皆さんこんにちは、エルダです。今回はトラストを使って感じた攻撃の欠点と改善について解説をしていきたいと思います。こちらについては過去でも紹介した内容ですが、以前は編成などの外的要因について話していました。そこで今回は攻撃面を中心に使っていって感じた欠点と改善点について紹介をしていきたいと思います。結構今回の内容は自分の感覚で話しているところもありますので、共感してもらえる方には刺さるんじゃないかなと思います。欠点は分かるんだけど解決方法が分からないという方のお役にも立てればいいのかなと思います。それでは最初はいつも通り普通にプレイした動画を流しますので、解説が気になる人は概要欄から飛んでいってください。それでは見ていきましょう。はい、今回マテガイです。マテガイはね、弓しんどいよね。まあ最初は高台の取り合いだね。どうなるかな。ハイドラ結構しんどいんだよな。クゲハイドラね、あたりね。イッターがいてもしんどいけど、まずはちょっといるかどうか確認して、先に削る。削る。よし。はい、そこ。最近ね、上対策みんなするようになったからね、撃ってくるよね。大丈夫か？ナイスナイスナイス。危ない危ない。来た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 。絶水来たね。ほら。いや、当たるんだよ。当たるんだよな。あ、でも味方ナイスナイスナイス。人数よりは取れてるからね。とりあえずどうしようかな。上から様子見てそのまま押し込めたら行こうかな。2枚落ちはしてるけど、やっぱハイドラいいね。あー、嫌な感じ。おー、ギリ。あ、味方が優秀。味方がめちゃくちゃ優秀。とりあえずエリア取って、メガホンで刺して、それ。なんだろうな。ウルソはもう無理だよな。さあ、こっから、右いるね。サメライドも来ちゃった。これ取れないね。きついね。降りたのが間違いだな。あ、ナイスナイスナイス。ありがとうありがとう。とりあえず左高取りに行った方がいいのかな。いや、でも意外と詰めてるしな。ナイスだ。もういい感じに溜まりますね、あなた。もう。しんどい。しんどい。それ俺にくれ。ほら。よし。あ、ちょっとずれてんのか。なるほど、なるほど。よし、取った。ちょっと甘えが取れたね。今のはラッキーだったな。ここ、いるんじゃない？あ、逃げた。よしよし。これ、右高。ナイスー。カニタンクと協力して、ちょっと、詰めていこう。意外と右側来ない。あ、来た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 。ほら、ほら、下がれ下がれ。インクがな、インクが持たんのがな、この上な。あ、見たい、あ、見たい。一旦下がって、アイドラ来たね。えらいね。ナイスダム絶対食べてるもんな。そして俺絶対狙われる。ほら。一回キル取ってるからね。やっぱ引き早くなったね。いいね。エリア、エリア、エリア。エリア取れば OK。ああ、いた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 。いたいたいた。あ、トーピードみたい。これはちょっと一回渡すか。渡すよな。でもリードはしてる。ナイス。アイドラはね、ちょっと処理したいところなんだけどな。雨がね、合わさってくるからね。結構、相手のタイミングいいよね、雨とかね。こっちも相手も雨が。お互いに雨が辛そう。あ、無理。あぶねえ。よしよし。ちゃんと止まってればね。いたね。はい、はい、しゃがんで。はい、しゃがんで。
あ、降りた降りた。よし。やれ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 。もう、それはね、やってもらわんとね。これは前詰めよう。ちょっと左側どうかな？いけるかな？あ、ナイス味方。これ、メガホン貯めて。よし。これ取って、メガホン使って、前粘りたい。そこ。来るよ。よし。ははは、ナイス帰り討ち。ね、あそこのハイドラさんが邪魔ですね。これは、逃げれないか。さすがにスパッタリ詰めてたよね。あ、でも右高をさ、チャプマさん取ってくれるのめちゃくちゃありがたいね。お、ナイスナイス。うん。右高を取ってくれてたから、左取るでよかったかもしれないな、今回は。はい、という感じで、試合の方は勝ちましたと、ノックアウトだったね。こういう試合いっぱいしたいけどね。じゃあ、そうですね。そろそろ解説の方もやっていきたいなと思います。それでは本題に入っていきたいと思います。今回のテーマは、トラストを使って感じた攻撃の欠点と改善ですが、この武器は本当に難しいと思いますね。当てれたと思っても外れていることなんてありますし、歯がゆい部分というのもあります。今回はその点に絞って紹介を進めていきたいと思います。まず一つ目、手数のバランスが難しいという点です。これに関しては攻撃とルール関与のバランスがあるっていうのがありますからね。トラストの魅力というのは一角のキル力と爆発屋による置き土産、そして何といっても手数の多さとなります。この手数の多さは爆発屋の撒き散らすだけではなく敵への必要な圧力など魅力的な部分となります。ですがこの手数の多いということは足場が多少濡れるとも言えるので、塗りをしない味方の場合は塗りをせざるを得なくなるっていうのがあります。まあエリアとかしてるとこれはよくあるんじゃないかなと思いますね。でこの塗りの行動は大事なんですが、塗ると同時に敵への圧力が減ってしまうのでバランスが難しくなるっていうことが起きます。特にエリアなどキル数が極端に減る場合は敵への攻撃回数が減っているのかなと思いますね。この時の改善ですが、エリアをキープするくらいの塗りに留めて攻撃に切り替えるという風にしていきましょう。というのも前に出た味方が死んだらルール関与もできなくなるからです。生存とキルをある程度優先することが大事になるわけですね。また塗りができると言ってもシューターには絶対勝てません。なので、最低限試合が止まる方法を選択するようにしていきましょう。二つ目は、手前に落とすのが難しいという点です。打倒とか、アマビとか、ちょっとした段差下のこの部分ですね。ほんと嫌いかなと思います。この部分に関してなんですが、正直、当てるというのは至難の技です。しかも、横に広いので、経験値がいるんですよね。こういう隠れるのが上手い相手がいると、味方も初見殺しかのように消えていってしまいます。メインで当てて倒そうにもかなり難しいんですよね。まあ、ローラーの当て感とかね、意味わかんないですからね。では、こういった相手に対してどういう改善をするのかというと、しっかり距離を置くようにするっていうのが一番大事です。まあ、デスをしない距離を維持するのが大事っていう話ですね。それと、こういう段差は復帰後に必ずいる前提で注意をするようにしていきましょう。そして、効果的に索敵をする対策としては、ポイズンとメガホンレーザーを活用するということです。で、ドラコラはという声が聞こえそうですが、こういった場合は局者を頑張るか、まあ、角度を変えてその溝の部分というかそこを狙えるようにして攻撃をするようにしてみましょう。まあ、本当にねこの辺りは警戒からどういう風に攻撃の角度を取るかっていうのが重要です。3つ目はラグがしんどいという点です。で、とてもラグがしんどいです。これに関しては前衛武器とか使い始めてその差をより感じるようになって、光栄の辛さっていうのは改めて知りました。というのもトラストのキルに関してはメインでの一角が取れればそこまで気にはなりません。ですがこの一角判定があるかどうかでその後の攻撃に差が生まれるのが本当にしんどいんですよね。2手3手用意しないといけないですからね。まずラグが起きた場合、どんなに頑張っても確定数が2から3に増えます。これは矢が2本当たっているように見えても1本という判定になるからですね。しかも爆発矢がその分残りません。また本来なら矢が2本プラス爆風一発でキルが取れますが、これもほぼ無効となるためキルを取るまで時間が伸びてしまうんですよね。この確定数の変化があると時間がかかって前衛の負担も増えるので申し訳ないなっていうのが正直なところです。
では、長について改善ですが、まずは足場をしっかり整えるようにしましょう。足場が取れていれば相手の動きは眠ります。ゴリ押ししてきた相手にも攻撃が当てやすくなります。まずは足場を整えるってことが大事です。続いて、2発で仕留める攻撃を常に意識するということです。こういう試合は一角が取れていたとしても当たり判定がずれるので無理っていうのが正直なところですね。なんかやたら一角が出ないとかっていう試合はこの傾向にあるかなと思います。まあ、ダメージも少なめになっている可能性がありますので、2発しっかり当て切るように意識し実力を上げていくっていうのが大事です。もし、殴る相手にも安定して勝てるようになれば、普通の試合では直当てがそれなりに出るようになってきます。これは自分の体感ですが、だいたいなんか当たり始めたなーっていう時はラグの試合でも少しずつ勝てるようになってきましたね。まあ泣きたくなるくらい辛い話なんですが、通常環境なら問題ないと思って泣きながら頑張っていくことをお勧めします。てか頑張るしかないですね。はい、ということで、今回の解説は以上となります。ちょっとね、途中愚痴っぽくなりましたが、まあ解説としてラグを言うかどうかちょっと悩んだんですけど、結構ね思ったよりも影響が大きかったので今回はラグに関しても入れてます。ただやっぱね、ラグの対策どれくらいできるかとか、それに勝てるエイムを持ってるかとかで、試合の流れというか、やっぱ勝ち筋の作りやすさとか変わってくるんでね、このあたりは大事にしたいところかなと思います。じゃあ残りね、延長戦入って逆転できそうですね。おー、いけた。味方も粘って前出てくれたのありがたかったね。はい。ということでご視聴の方ありがとうございました。まだまだスコラン動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。